村長の研究生ね、これは坂本さんの方からですね、村長の方にだから最近のそのね、いませんかって坂本さんが言った時にいますよって言って二人ほど今回紹介してくれたんですよ。まず一人ね、はい、上田亜美です、ね、はい、よろしくお願いします。いやね、坂本さんにて早口ですね。ね、いや上田あやみですから。上田あやみです。今なんか上田です。何か分からへんけど上田あやみね、覚えて帰ってくださいよ。ね、ミュージカル志望いうことね。そうですね、今役者をさせていただいてまして卵なんですけども、うん、これ去年も舞台に出させていただいて。でも歌の方もずっとやっていきたいと思ってますので、今日は歌心を忘れずに皆さんになんか思い、なんか響くものがあればいいなと思って今日は歌わせていただきます。よろしくお願いします。じゃあね、坂本昌司さんは村長さんとご縁がありまして、こうやって共演させていただけているという幸せな環境にねいますので、今日はありがたく頑張りたいと思います。今日は本当に来てくださってありがとうございます。最初にというか、この1曲を歌わせていただくんですけど、今から歌う曲は自分がね、の中で応援歌なんですけど、なぜか今までライブで歌ってこようと思わなくて、で今年2018年になってふとあ、この歌歌おうって思ったので、よかったら皆さん聴いてやってください。聴いてください。グラマラススカイ。明け放したマイロンに回るランプのリスカイ、繰り返す日々に何の意味があるの、叫んで飛び出すの、吐きつぶったラッカーショー、晴れ明けるパドルに抱きたい君は変わらない。
Yeah.